皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは自分の商品サービスを愛しすぎる人の商品サービスが売れない3つの理由ということについてお伝えしていきたいと思います。今日ですね、こちらのお話をするきっかけになったきっかけっていうのがありまして、実はですね、以前にとある、企業さん絡みのところで、その企業さん の社員さんなんですけどね、パン教室だった頃に、結構お世話になった方がいらっしゃって、で、その方がそうですね、数年ぶり 7,8 年ぶりぐらいかな、電話がかかってきてですね、その電話をきっかけに、久しぶりだし、元気ですかっていうことも含めてお会いしましょうっていうことになったんですよ。で、その時に、あった出来事っていうか、感じたことですね、これが自分の商品サービスを愛しすぎてる人と似てる、しかも売れないんですよ、売れないのの似てる共通点があるなと思ったので、今日はそちらの方をテーマにお話をしてみたいと思います。はい、ではね、本題に入っていきたいと思います。自分の商品サービスっていうのは愛していて構わないんですよ。惚れ込んでないとね、人に伝えることができないので、で、惚れ込んでるのは大前提なんですけど、惚れ込みすぎると周りが見えなくなる、これ多分女性の特徴かなというふうに思っていて、熱心すぎるがあまりに相手の都合とかを考えないで話をし始めちゃう人って結構多いんですよ。で、これは教室の集客とほぼ似ている状況なので、なぜ売れないのかって、売れない3つの理由が分かっていて、そちらをね、先にお伝えするんですけれども、まず1つ目が相手のニーズとのマッチングです。で、2つ目が相手のタイミングで、3つ目が相手との関係性っていう、ここがポイントになるので、それを外すとですね、むしろ悪い印象になってしまうので、そこ注意した方がいいなと思ってお伝えしています。で、中身具体的にね、お話をしていきます。今回のね、エピソードを先に話した方が多分分かりやすいかなっていうふうに思っているので、どういうことがあったかっていうことをね、お伝えするんですけれども、その方はすごい久しぶりなわけですよ。で、唐突に電話をしてくるっていうことは、話しましたよ、留守録が入っていたので、久しぶりです、〇〇ですということで、ご活躍のね、様子は拝見してます。後で聞いて分かったんですけど、そこまでたくさん私の投稿は見てないです。でもご活躍でっていう、本を出してるとかそういうレベルで知ってるっぽかったんですけどね。で、お元気かなと思い連絡してみましたということで、大抵 7,8 年とかめちゃめちゃ久しぶりの方っていうのは、特に私を思い出してくれたっていうのは基本的に嬉しいんですけれども、何か思い出すきっかけとか用事とかが大概ある場合が多いです。留守録にはその用事とかは特に入ってなかったんですけど、困ったことでもあったかなとか、私も久しぶりだし、すごく一緒にお仕事していた時にお世話になったので、じゃあお話ししようかなと思って、会いましょうかということで、お昼1時間ちょっとぐらいお時間取ることができたので、じゃあ会いましょうかっていう話をして、自宅にね、お呼びして前に来ていただいたことがあったんですよね。で、出だしの頃は近況報告っていう形で、近況報告というかですね、私の報告はほとんどしてないです。喋りたい感じだったんで、ずっとどういう状態だったかって、ご本人が私が聞かなくてもわーっと喋り始めたんで、それずっと聞いてたんですけど、体調を壊してっていうところがあったのと、最近までずっとデトックスやってましたっていうことと、子供が大きくなったんでだいぶ手を離れるようになってっていう、ご自身の赤裸々な体調不良からの、今体調良くなったよっていう話で、体調良くなったんだったらね、いいし、元気になってるんだったらいいなと思って話聞いてたんですよ。
そしたら、唐突にですね、高橋さん、体調はいかがですか？とか言われて、体調いかがですか？と言われても、私も私なりきに健康管理はしているので、もちろんそのダイエット的な部分での健康管理と、あとはサプリメント的な部分のものと、あとバランスのいい食事と運動ですね。割とこの辺り気をつけてる方なんですよ。だから健康、体調どうですかと言われても、別にそんなに悪くないっていうか悪くないんですよ。で、悪くないんですけどって、どういう意味で答えたらいいですかっていう話をね、言ったら、自分は、デトックスっていうのをやって、で、こういうものって、スティック状のものがなんかカバンの中から出てきてですね、これを飲んで、体調が良くなったっていうことで、もしよかったらね、高橋さんにも紹介したいんだけどっていうことで、いわゆるビジネスプロモーションの方での、ご紹介をしたいっぽい雰囲気だったんですよ。ただ飲んで健康になったらいいっていう感じじゃなくてね、そのプランがこうあってっていう、皆さんもね、よくご存知のような、そういう感じですよ。ね、久しぶりの人から連絡が来るっていうのは、だいたいそういう感じが多いんですよね。少し残念な思いもしつつ、あ、会いたかったってそういうことなんだみたいなね、感じで軽く聞きました。こんな風に私は変わってとかって言って、どれだけ自分が辛かったことが、その、スティック状の健康食品的なもので良くなってっていうことをね、語っていただいたんですけれども、で、ひとしきり話を聞いた後に、私、友人っていうか、お付き合いがあったね、すごくいい方だったんで、この感じっていうのは商品がすごくいいっていうことも分かっているし、ご本人的にですよ、私的にとかじゃなくて、ご本人的にいいっていうことも分かっているし、で、それを伝えたい伝えたいっていう言葉をすごくよく使っていたので、伝えたいんだろうなっていうのは分かりました。いいっていうことをね。だけれども、私が一番最初に聞いてほしかったのが、私がそれを聞きたいって言ったんだったら喋ってもらって構わないんだけど、私はただ単に、昔、お世話になったし、お付き合いがね、あったから、久しぶりに会いたいって言ったから、そういう状態で会ってるつもりなんだけれども、唐突にその話が来るとは思ってなかったんで、違和感がありますっていう話と、商品がどんなに素敵だったとしても、相手の人がそれを聞きたい状態じゃない場合には、特に私の場合には健康って言ってるわけですから、それなのにかぶせてきて自分の話をね、しているっていう、この状態っていうのは会話のアンマッチがそこで生じてるわけですよって言って、そうなるとどうなるかっていうと、引きますこちらはって言って、なんていうんですかね、それがどんなに素晴らしいものであったとしても、心の準備もできていなければ、聞きたいって言ってもいない情報を次々に話をされるっていうのは、もう単純に押し売りされてるのとほぼ気分は変わらないって言って、だから、もしも、それをね、仕事にしていきたいみたいなこともおっしゃっていたので、それを本当に仕事にしていきたいと思っているんだったら、相手のニーズとタイミングは最低でも聞いた上で話さないと、結構不信感が漂いますよと。いわゆるマルチ商法と呼ばれているものの、話し方っていうところ、私はそういうのも知っているし、実際に話をされていることも何度かあるし、その仕組みがどういうものっていうのも大体分かっているわけですからっていうね、話をして、だから私がそれを聞きたいって言ったら話したらいいと思うんだけれども、特に言ってない状態でそれを話していくっていうのは、おそらくご自身への不信感と、あとは商品への不信感につながっちゃうから、いわゆる新興宗教の勧誘とほぼ変わらない雰囲気に見えますっていう話をして。要は本人が熱を持って話せば話すほど、こっちは引いていくっていう感じなんですよ。それはタイミングと状態が合っていないからっていうことですね。だからそれをね、言った時に驚いたのが、本人は本当にそのことを気づいていないんですよ。売り込もうって思ってるわけじゃなかったんですって言って、ごめんなさいってボロボロ泣き始めて。
まだね、私コンサル業っていう職業っていうことを知っているわけだから、私の職業、今度この商品を伝えたいと思って、それをどういうふうにアプローチして伝えるのがいいか、話し方のチェックをしてほしいって言われる方がよほど真っ当で、いくらでも多分アドバイスしてます。まずその言い方は良くないっていうのは、まあ間違いないんですけどね。で、そんな風に見えるんですねって言って、もう本当に私そこをね、コミュニケーション下手でって言ってたから、まあ気づいてもらっただけいいかなというふうにはね思ったんですけど、だから結局、ただ会いたかったって言っているけれども、いや、カバンにそれ入ってるじゃないですかっていう状態なんですよ、私からすると。だから説明する気持ちで来てますよねっていうことで、であれば説明したいんだよっていうふうにしてアポを取るべきだと思うんですよね。まあそれ私が時間を割いて聞きたいと思ったかどうかは別問題ですけどね。だって今別に必要としてないから。なので、まあビジネスしたての人とかっていうのと、特にまあそういう別に私はマルチ商法を批判してるわけではなく、それはそれで真っ当なビジネスモデルなんで、いろんなね会社さんとかやってるし、そこは別に否定するつもりはないです。ちゃんとマーケティングプランっていうものがねあったりとか、どういうふうに稼いでいく仕組みなのかっていうのもあって、独立を考えている人が副業的にそれをやるっていうことも全く反対はしないです。特に個人的に今私がそんなに興味がない商品、いいものがあればもちろん個人的に使うのは別に構わないなと思ってるんだけれども、それを頑張って広めるっていうのが今の私のミッションになくて、私は本当にコンサル業で人を救っていくっていう方が今の私のミッションなので、まあ、特に興味がない、そっちのマーケティングとして売っていくっていうことに対しては興味がないっていう、多分売れれば売れば売れるんでしょうけどね、セールスできるから興味がないっていうだけの話です。なので、まあそういう状態の私に話をするっていうことはですね、まあ相当連動がないと私に話を聞いてもらえないっていうことなんですよ、通常は。だからまあ内容はわからないけど、そういう状態で話をされちゃうと、まあ、本人への不信感と、あと商品への不信感ですね、あと、まあ、体が良くなるんだっていうことを言いつつも、まあ、ビジネスでやっていくんですよねって、やっていくんだったら話すタイミングっていうのは気をつけた方がいいっていうのは伝えた時に、同時に、まあ、多分ご本人ね説明が上手じゃないんでしょうけど、この商品をね2人に紹介すると一生そのあるね、多分定額的なものが入ってくるみたいなことを言われているって言ってたんだけど、2人に紹介するだけでとか言って言って、なんか、まあ、ビジネスをやる人ですよ、やる人だけど、なんかもうあまりにも大雑把でザルザルな感じの説明で、いや本当になんかそういうことを言いながらビジネスそんなに知らない人に、そういうプランを言って伝えるっていうことはどうやるのかっていうのを言っている本部に対しての不信感がますますマシマシな感じですね。商品が良かったとしてもですよ、2人に伝えるだけで一生大丈夫なぐらいのお金が手に入るわけないじゃないですか。その2人っていうのがどういう2人を選定するかにもよるし、じゃあそこから先どういうふうになっていくのかっていう、まあいわゆる別に私は超批判しているわけではなく、まあね揶揄する言葉で言うと、まあ綺麗なネズミ講っていう言葉でよく表現はしますけれどもね。それは大抵目が同じ人たちがやってます。要はその商品を愛し信じ、自分がよかったんだからこれ絶対他の人にもいいはずっていう信念を持って行動する人たちってほぼ宗教と変わらないって私は思っていて、だから自分の商品を愛しすぎる人がそれを必死に宣伝すればするほど売れないんですよ、サービスって。だから愛しすぎているのを熱を持って伝えすぎても良くない。要は何がポイントになるかっていうと相手の状況なんですよ。でそれは見極めた上で話していくと感謝されるし喜ばれるんだけど、見極めてなくて唐突に自分の都合ばっかりで話し始めるとすごく惹かれちゃうんですよ。だから商品サービスが売れない人って大抵さっき言った3つのタイミングを見逃してる系が多いです。全て相手っていうのが主語に入ってきます。自分が伝えたい、だからそういう人って本当になんか
面白いぐらい伝えたいっていう言葉よく使うんだけど、いや伝えたいんだったら普通に SNS で発信しようよって思って、でそしたら誰か興味がある人が向こうから寄ってくるからっていうのが私の感覚なんです。バーッと伝えてみて興味がある人が寄ってくれば相思相愛じゃないですか。だけどピンポイントで誰かのところに行ってその人が興味なければ相思相愛どころか関係壊れますよっていう、まあ、それも言ったんですけどね、タイミング見誤ると関係性が良かった人たちとかも悪くなっていくっていう話を、それも伝えたんですけどね。これもう一度言うと、1番相手のニーズとのマッチング、2番相手のタイミング、これも見極めないといけない、3番目相手との関係性ですね。これは最低でも抑えてほしいっていうことなんですよ。で今回のものに当てはめて教室業の集客とか、まあ、制約の部分に当てはめていくと、まず相手のニーズとのマッチングっていうところで、私で言えば不調っていうか体調どうですか、まあ、これも実は健康に関わる問題なんで久しぶりの人にいきなりダイレクトで聞くには失礼な質問なんですけど、体調どうですかとか言われてどう答えていいかわからない、もしかしたら手術とか私してたかもしれないじゃないですか、平気そうに見えてるけど、もしそうだった時にね、すごい言うのに困るですよね、久しぶりの人になんでそれ言わないといけないんだとかっていうね思っちゃうから、だからど私が最近体調が悪くってとかね、なんかいろいろサプリメントとかもね飲んでるんだけどいまいち効いてる気がしないんだよねとかつぶやいたら、まあその話してもいいかなと思いますよ。だってなんかないかな的なことを言ってるわけですから、そしたらいや私自分が実際に飲んでてね体体調が良くなったよという話とかっていうことで言ってもらえればへーって言って、でサンプル1個ねまず飲んでみる、持ってるよ今日たまたまねって言って、外で飲むようだからってそんながっつりがっつり持ってくるんじゃなくって、でもどうぞって言って、まあでも1個だけだと効果本当は分かんないはずなんですけどね、まあ、それをきっかけに話をするっていう、これだったらニーズがあるので OK なんですよ。唐突に自分から話を切り出していくってやろうとするとタイミングが悪いことになっちゃいます、はい、でまあそれがだから2番の連動する相手のタイミングですね。まあ確かに話を言っておけばどこかのタイミングであそっかなんとかさんこんなん言ってたなちょっとそれ試してみようかなとかって思うかもしれないから、その時に思い出してもらえるかもしれないじゃないですか。だからいきなり自分の都合で相手の土俵にズカズカ入り込まないっていうことですね。タイミングが悪い人ってだいたい熱中しちゃってると周りが見えないから、相手がどういう状況で聞きたい顔してんのか聞きたくない顔してるのかっていうことすらわからないでズカズカって入ってくるからね。実は私は彼女とはまあ、お友達っていうか知り合い風な感じの顔で会ってたんですよ、最初の30分ぐらいは。で途中でその話をし始めた時にコンサルの顔に変わってるんですよ実は私その状態で話を聞いてるんじゃなくてコンサルタントとして話を聞いていて、まあどういうコメント出したらいいかなっていうふうに思って聞いていたっていう感じだったんで、当然それはもう内容どうのこうのレベルの問題じゃなくてっていう領域になっちゃう話になっちゃってたんですよ。だからその私の顔色が変わってるっていうことも本来であれば見抜けるんですよ、連動が高い人だったら。もう普通の友達として会ってた顔からコンサルの顔に変わってるので、なのでそういう体制に途中で変わってるっていうことも気づく人間の機微がないとそういう話をするのっていうのは向かないですね、そういう人に。で3番目が相手との関係性、これがやっぱり一番大事で、今回の場合には8年ぶりぐらいなわけですよ。だからそういう時ってまず本当に会いたかったって思うんだったら会いたい話をするべきなんですよね。だからしばらく会ってその空白の時間が埋まった上でしかも本人が望んでいるならっていうことになるので結構ねハードル高いんですよ。だってそれによってね関係性が壊れてしまう場合だってあるわけですよ、まあ、私は別に大丈夫ですけれどもね、だからそういう人がやりがちな失敗っていうのはもう とにかく誰にも構わずそれを伝えていくっていうふうにしようって考えた段階でいろいろとこう段取りを飛ばしちゃってるから
あの難しいことになっていっちゃって、まあ、結局売れないか、まあ、それによって、ね、やった人と共にうまくいかないっていうこととかになっちゃうケースが多いんですよ。もちろんうまくいってる人もいるの知ってるし、あのそれは素晴らしいなと思うし、それを専業でやってる人っていうのも知っていて、社会的にも評価されている仕事をしている傍らでやってる人っていうのもいるのも知ってるので、全く問題ないと思ってるんですね。そこに対しては私は偏見は持っていないんです。ただタイミングを見誤るとですね、ご本人の信頼とあと商品への信頼、これ両方失うことになるので気をつけた方がいいよねって思っていて、で教室の集客の場合も、あの自分の都合ばっかりでイベントを発信する人、イベントの案内をする人もほぼ同様のケースに陥るケースがあります。おしなべて全体的にこう伝えていくっていうのはもう何の問題ないんですよ。興味ある人しか見ないから。ただそれが多すぎるとなんか宣伝ばっかりみたいな感じで、人との関係って基本ギブアンドテイクで成り立つし、どっちかっていうとあの教室集客とか集客系をやりたい場合にはギブですね、与える方を多くないと信じてもらえないんですよ。だから信じてもらいたかったら先に自分ってどういう人間っていう自己開示と、あと聞いてる人にとっての役に立つ情報、これがたくさんあった中でたまにちょいとあの宣伝的なね、まあ、あのなんていうのかな、自分の商品サービスの紹介っていうのをやっていくっていう、この割合間違えるともう全然信頼もされないし、商品に興味も持ってもらえないんですよ。で私は基本その方針で動いていて、あの募集は本当にたまにしかしないです。あの、まあ、しなくても埋まってるっていうところもあるからっていうのはあるんですけれども、例えばあのコンサルの依頼っていうのは、あのコンサルメンバー募集しますとか言わなくてもポチ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 入ってくるので、それを受けているだけで、まあ、大体いい感じの人数になってるから、あの改めて募集しないんですよ。別に3ヶ月講座とかイベント的な講座はその時だけしか開催しないから、年に1回とか2回の大きめのやつは募集かけますよ。だけどあのほとんど募集してないです、はい、でも問い合わせが来る。でなんで問い合わせが来るのかって言ったら、本書いてますし、 YouTube もこうやって定期的に上げてますし、 Facebook とかも自分があちこち行ってるようなやつとか、ブログも書いてるし、 LINE も上げてるしっていう、そこはサービスの紹介っていうよりためになる情報を流し続けてるっていう感じなんですよ。だから問い合わせが来た人だけ答えてるので、まあ、当たり前ですけど決まっていく確率はめちゃめちゃ高いですね。ほぼ 100% に近いです。はい、私がその人を受け入れるの嫌でなければっていうことですけどね。だからその感覚を分かってやっていくっていうためには、商品が好きすぎてもいいんだけれども、引いた目で相手はどうなんだっていう目線が一つ欲しいよっていう感じです。これはもう集客も営業も接客も全く一緒なんで、このタイミングを見誤るとうまくいきませんっていう、そういうお話を、まとめてみたいと思います。はい、じゃあ今日のまとめに入りたいと思います。自分の商品サービスを愛しすぎる人の商品サービスが売れない3つの理由。1つ目、相手のニーズとのマッチング。2つ目、相手のタイミング。3つ目、相手との関係性。この3つをしっかり把握した上で話をしていく分には問題ないかと思うんですけども、把握しないで自分の都合だけで話すと自分の信頼、商品への信頼両方なくしますよというお話でした。はい、ご参考にしてください。それでは。